はい、皆さーん、こんにちは本日はですね、3月の7日木曜日にこの動画を撮らさせてもらっております。まあ、木曜日の朝なんですけども、朝起きてですね、ああ、もう木曜日かということで、もう明日になると金曜日、もう週末だな、みたいなことで、改めてですね、えー、日にちというか時間が経つのが早いなということを、最近こんなことばっかり言ってますね。 なんですけども、えー、本当は今回の動画ピンク着たかったんですけどね。まあ昨日の動画でもご紹介したんですけど、新しいね、非常に派手なピンクのシャツをね、買ってですね、えー、昨日愛子様のね、お話をさせてもらった時に、えー、そのシャツを着たんですけど、まだね、えー、ご覧になってない方、えー、えー、どんなシャツということでまだご覧になってない方は、えー、私のこのね、動画の終了画面、こっちかなこっちかな、えー、貼っときますので、 是非ねそれをご覧になっていただければなというふうに思いますなんですけども、えー、今回の話題はねうーんどうなのかな真相はどうなのかなということでちょっと真相が分かりづらいのでグレーをきましたどんな話かというとまあみてこ様ですねな皆さんもご存知の通り まあ今年の元旦においては天皇皇后両陛下が戦闘御所にお出ましになって新年のご挨拶なかったですよね。でも昨年はありましたよね。まあもともとですね、今現在令和の世の中ゆえに、なぜその天皇皇后両陛下がわざわざ戦闘御所にお出ましになってね、挨拶をしに行くのか、これ自体もおかしいような気がするんですけども、ただ去年は その新年のご挨拶ということで、元旦にね、えー、両陛下が戦闘御所に行かれていたんですけども、今年はなかった。まあね、能登の震災の件なんかもあったからかもしれませんけども、それ以上にちょっと気になる記事が出ていて、実は実はですね、その見てこの計らいで、ね、え、いろいろ考えたのかもしれませんけども、例えば、年宮様もしくは、 他のね、皇族の方々には、この新年の挨拶ということで、ご招待を出していたらしいんですけども、天皇皇后両陛下宛だけは出していなかったということで、これは一体どういうことかといったね、もうなんかね、えー、グレーでしょみたいな、ね、感じの話が出ております。まあそれに関してね、詳しくお話をしていきたいと思いますので、えー、最後まで見てね。 はい。えー、でですね、今ご、ま、あの、またね、画面変えましたけども、えー、ちょっと表題に書かせてもらった通り、みて子様がですね、雅子様には招待状を出さない。その真相はいかにというようなことで、そういったようなことが、なんとなんとですね、よくみてこセブン。私もみてこセブンとよく言わ,言わさせてもらってますけども、その女性セブンが暴露してきたところに、またね、うん、話のね、真相、本当どうなのかなっていう感じなんですね。 そういったようなことを、えー、この女性セブンがね暴露しているにもかかわらずさすがみてこセブンだなということで一生懸命ですね、えー、このみてこ様もしくは上皇陛下を、えー、こうやって,カ,、ね、なんていうのカバーしてるというかですねこうやってねアゲアゲしてるんですよねゆえにですねこの話がなんかねどっちの話をしたいのみたいな感じになってるわけですそのことに関してね、えー、まあ記事の内容とあと私の考えなんかも含めていろいろ話をさせてもらいます でですね、あのまあ、ここら辺はね、上の方に書いてある部分は、先ほども私申し上げた通りですね、え今年え、その天皇誕生日ですね、先月の天皇誕生日の一般参賀が終わった後え、両陛下がですね、戦闘御所へ向かわれましたよね。まあ、挨拶というようなことで向かわれたんでしょうけども、ただし、さっき言いましたように、え今年の元旦ですね、新年のご挨拶は、 言ってなかったわけですね。でも昨年は言ってたわけですよ。これはなんぞやっていう話なわけですね。はいでですね。最近のというか、まあ昨年からのね。この上、皇ご夫妻の動きというかまあ、よくね。特,特にそのやはりミテ様においてはですね。まあ、週刊誌の話題だとか、まあ、他の報道も含めてです。けどもお、おそらくはヤフコメなんかも一生懸命見てんですかね。 非常に気に気されていいるるととううようなこともあるんでしょうか、まあ、なんか最近非常におとなしいというかどこそこにねどこそこにお出ましになりましただとかねそれこそどこそこの博物館行きましたどこそこのね、えー、何例えば軽井沢へね去年のごとく軽井沢をねご静養行きましたみたいな話が出てきませんよね。最近はなんかね引き込まれているような感じなんですけどもまあそういったようなこともあるんですけどさっき言いましたように まあ特にね、例えば去年のね、あの京都に行きましたよね。京都にさ、私的旅行と言いながら大人数で行ってですね、しかも駅に着いた途端、わーっとですね、旗を振る人がいっぱいいた。なんで私的に知らされていない旅行で駅着いた途端に、わーっと振られるんですかなんで皆さん知ってるんですかみたいな話もありましたよね。まあそういったようなことだとか、 え先ほど言ったように、例えば、軽井沢でのね、ご静養だとか、もうなんかね、ちょっと動か,ら動かれるだけで、まあいろんな報道がわーっと出てきて、週刊誌もわーっと記事にするみたいなことで、まあそこら辺のことを気にしたんじゃないんですか、みたいなことがね、要はバッシングされちゃう、そういったようなことを回避され、回避されているのではないか、といったような記事の内容になってますけどね。まあここら辺も一生懸命ですね、 えー、上皇、上皇后ご夫妻をね、一生懸命このね、カバーしようというかね、さすが見てこンだな、みたいなね、そういった記事の書き方になってるんですけども、はい、そして先ほど言いましたように、新年のご挨拶に関しては、今年に関してはね、これ刑務庁の関係者が言っているっていう話ですけども、いやー、まさかこういった話がね、見てこンから暴露されるとは思いませんでしたが、要はね、見てこの判断で、さっきも言いましたように、 まあ、歳宮様、愛子様含めてですね、他皇族の方々へは、ちゃんとご招待があったんですって、新年の挨拶に関してね。ただし、えー、天皇皇后両陛下だけは、そういったご招待がなかった。うーんっていう感じですよね。なぜ当然こういったことになれば、なぜっていう話になるわけですよね。まあでね、この記事の書き方、やっぱりね、擁護してるなっていう感じなんだけどね。 要は、例えば、元旦がね、両陛下が多忙なのはね、当然以前、見てこそまだってご経験されているわけですから、平成の時にね。だからそういったようなことがよくわかっている。そしてですね、見てこが、皇后雅子さまのやはりね、多忙の中でのご体調を、ね、おもんばかって。 気遣われて、わざわざその正体を出さなかったのではないか。ちゃんちゃんみたいなことで、いやー、ミてこセブンさん一生懸命かばってるんですね。にもかかわらず、暴露してるのはミてこセブンといったような話で、なんか、ここら辺もちょっとね、うーんっていうかね、ちょっと面白いというかね、えー、そんなような感じなわけですね。はい、で、ちょっと次のページなんですけど、ただね、 まあね、こういったようなね、正体を出しませんということをね、はい、みてこそま、例えば皇后ま子様さま、もしくは天皇陛下にね、ご自身で言われたんでしょうかね。 言わないよね、普通ね。ほ他の人は招待するけど、私はあなた方たちは、あ,あ,あなた方だけは招待しませんなんていうことは、普通は言わないよね。た多分言ってないと思うんですけどね。まあそこら辺は私の想像でわかりませんけども、もし言ってないとすればね、じゃあそれ、当然愛子さまに招待が言っているわけですよ。で、そういったようなことは当然、雅子さまだってわかりますよね。で、そういったようなことを知った、 皇后雅子さまのお気持ちはどうでしょうかどういったようなことを思うでしょうかっていうねことですよね当然まあ挨拶したい気持ちはねあったかもしれませんしまあただでさえですねまあそれこそね東宮家今現在の、えー、天皇皇后両陛下がですね、えー、の東宮時代というかそういった時からもまあコミュニケーションがあまりよろしくないといったね要はねこの今現在の上皇ご夫妻と今現在の天皇皇后 えご夫妻とのですねえ実際コミュニケーションはどうかっていうようなこともよく言われておりましたし例のいじめの問題がありましたからねまあそういったようなことを考えると当然皇后雅子さまのお気持ちねがねいかばかりなものかというようなことは心配しちゃいますよねさっき言ったようにこの見てこンの書き方はあたかもですね見てこさまが皇后雅子さまのね えー、元旦は忙しい。故にですね、そう忙しい中でいろいろ気遣いをさせたら、ね、ご体調もあるからね、私は心配しているのよといったような記事の書き方になっているんだけど、これ全く逆だと思うんだけどね、当然さっき言ったように、えー、そういった話っていうのは皇后雅子さまの耳にすぐ入ってくるわけですよ。で、そういったようなことが入ってきてね、じゃあそういったような、え、私たちだけ招待されないのということをね、えー 分かればですね、それは皇后雅子さまがどういうふうに思うか、そんなこと分かるでしょうにっていうことですよね。でそういったようなことになればですね、当然雅子さまが、え、なぜなぜっていうことで心配されて、それこそですね、またね、ご体調が悪くなるといったようなことも、当然分からなければいけないわけですよ。にもかかわらずっていうことでね、ねえ。 みてこンさん一生懸命かばった記事の内容にはしてるんだけどちょっとちゃうんじゃないのって私は思いますけどね皆さんどう思いますっていうこともまずありますねはいえー、そいでですねやっぱり一生懸命かばってるんですよ擁護してるんですよ例えばねみてこ様においては平成時代ねはい平成ベルサイユ宮殿がありましたねお帽子だけで1億5000万円使いましたねみたいなねまあそれはね皇太子妃だった時代のことですけども とにかくね、それだけのことをやってきた、ね、平成流のね、があったわけですよ。で、そういったようなことじゃなくてね、当然そんなことは皇后雅子さま、今現在ね、されないわけですよ。倹約倹約されているわけですからね。で、そういった中で、皇后雅子さまにはね、令和流を貫いてほしいといったのをお考えがあるんだ、みたいなことで言ってるんだけど、一生懸命あげてるよ。頑張ってますね、みてこセブンさん、みたいな感じなんだけど、 そしてですね最後には、えー、最近そのね、えー、いろんな報道も出てこないこの上皇ご夫妻のことに関して上皇ご夫妻の再びのお出ましが待ち遠しくて仕方ない「ちゃんちゃん」といったね、えー、記事の結びになっているわけです。はあといったことで、えー、本日のこの動画、まあ、グレーのシャツも、えー、去ることながらですね話すだけで疲れちゃったみたいな感じはい変えます。 はい。ということで、今朝方から出ているね、今回の動画に関しては、えー、ミテてこセブンの話、えー、女性セブンがね、えー、何々、えー、天皇皇后両陛下だけに招待をしていないえ、そうなんだみたいなね、そういったようなことが、なんと、えー、ミテコセブンから暴露されましたというようなことでね、話をさせてもらいました。えー、気になる方は、ぜひね、ご購読、えー、されてみてくださいっていう感じですけどね。まあね、でもさっきもちょっと言った通りですね、 だってわかると思うんですよね。だってさ、皆さんが例えば正体をお受けになるというようなね、まあそれはいろいろ結婚式とかね、いろいろありますけれども、その正体をもしね、お受けになるような立場でだあったとして、周りの人たちがみんな招待されてるのに、私だけ招待されない。それが分かった時の気持ち、当然ね、ドヨーンとなりますよね。そういったようなこと、当然わかるでしょう。 にもかかわらず、この記事はね、いや、皇后、雅子様の気持ちを考えてね、体調をご考慮されて、えー、みて子様は、実際、えー、天皇、皇后両陛下だけには、招待状を出さなかった、みたいなことが書いてあるんだけど、美て子7が一生懸命こうやって擁護してるんだけどさ、それは話違うだろう、っていうことですよね。すぐにこういったようなことで切り替えされちゃいますよ、っていうことなんですけどね。まあ、いずれにしてもそういったような記事が上がっておりました。 まあ、こういったような記事がね、グレーな記事が上がったとしても、やっぱりね、私も今回この記事ね、2ページぐらいなんですけど、えー、まあね、2回ぐらいちょっと読まさせてもらいましたけど、どう考えてもこの記事を素直に読む気にはなれないんですね。素直にというのは、要は皇后雅子様のご体調を気遣われて、 招待状を出さなかかっただとかね、えー、あとはね、えー、令和流を貫いてほしいといったようなことを見てこ、まあ、みて子様は雅子様にね、えーまあ、そういったようなお考えがあるだとか、今までのさ、何、えー、て言うの、対応だとかね、えー、そういったようなことを考えると、いかにね、雅子様がこの30年間苦しんでおられたかっていうようなことを考えるとね、とてもこういったような記事をね、素直な気持ちで読めない。 私が再維新が強くなりすぎちゃっているっていうことがあるかもしれませんけどもまあ皆さんはねどういった今回ちょっとねざーっと説明させてもらいましたけどこういったような記事が上がるとどういったいうふうにねお考えになるでしょうかっていうことですよね。うん本当にさ20年も30年も間にですねその言葉で単にね適応障害という、ね、言葉では本当ね漢字4文字で言えちゃうんだけどそんなね 簡単な話じゃありませんよしかもね、1年、2年の話じゃありませんからね。で、その何十年もの間ですね、やっぱり体調が肺の時もあれば、当然、ローの時もあるわけですよね。そのギャップを考えたらいかにお苦しみになっていたかというのが分かると思いますね。私もそういった体験をしたことがね、えー、7、8年ぐらい前までありましたので、よく分かります。 ええと、一うのことなので、いやまあ皆さんね、今回の、私のね、この動画を見てくださった方、どのように思われましたかということですね。ありがとうございました。バイバイ。